運ぶの手伝おうか？いえ、いいのよ。モンマス文化史にジェフリー文章、すごいな、初めて見た。繊細で貴重な書物が散逸しないよう別の場所に隠しているのよ。そういうことならなおさら俺も。本当にいいの、秘密の場所なのよ。このことは言わないでね、本を守るためだから。怪しすぎ。そうかな。でしょ、聞いてもないのに言い訳をペラペラ。秘密の書庫なんて聞いたこともないが。ガルドミッケ。疑いたくないのはわかるけど、怪しいだろ。本を墓地に埋めるわけないもんな。私も気になる。隠れて様子を見てみよう。わかった。調子に乗るんじゃねえぞ、ハガサ。いいとこせんだ。ハガサ！あなたは？本を守るって嘘だったんだ。ずっと母一人、娘一人で苦労してきたのよ。苦しい暮らし、救われないし、嫌ってほど苦しんだのよ。少しだけいい目を見たっていいでしょ？汚れが。これは返してもらうぞ。警備隊に引き渡す。横領と窃盗の罪だ。分かってたのよ、いつかこうなるって。汚れが収まっていく。私にはもう必要ないわ。ネイフト代表に返してもらえるかしら。捕まって汚れが晴れるなんて。きっと心の底では望んでいたんですわ、罰せられることを。あの人、やっぱり本が大好きだったんだな。面倒ね、人間って。Thank you.
これがあのマーリンドだなんて。歴史ある町なんですよね。転移見聞録にも紹介されているとか。うん、一回来てみたかったんだ。聖なる大樹そびえし学徒マーリンド、その梢に輝くは学問の実と芸術の花。この木陰に遊ばずして、いかにして大陸の地と美を語るべきやってね。花も実も枯れちゃってる感じ。またそういうことを言う。ですが事実ですけど、また春が来れば花が咲くし、秋には実がなるよ。はい、学問や芸術への情熱が消えない限り何度でもね。確かにそれは歴史が証明してるね。頭のお花はもう満開ね。エドナ様はお嫌いですか、お花。別に好きだけど、綺麗な花ならね。ほら、できたよ。調合が終わったぞ。目につくハウンドドッグは倒せたようだな。疫病も少しは落ち着くだろう。一時しのぎかもだけど。無駄ではありませんわ。汚れもある程度払えましたし。汚れ結構払えたかな。ええ、かなり。でもパピーを下に下ろす方法を見つけないと。スレイ、大樹の元へ行ってくれない？え、うん、わかった。エドナさん、ここで待って。どなたをです？私をよ、決まってるでしょ。どこ行っちゃったのかな、エドナ。まったく勝手なやつだよ。見たって。お待たせ。何するんだ。あれ、アタック様、撤退に来たで。うちの力がお役に立つらしいやんか。そうか、アタックの力を僕の矢に合わせればパピーを撃ち落とせる。エドナハンがみんなが頑張ってるって教えてくれはったんや。町が元気になればな、芸術を愛する心も戻るはずや言うてな。ありがとう、エドナ。いいや、思いついただけよ。いらっしゃいましたわね。まずい、この暗さじゃ奴の姿が。だからいいのよ、大暴れしても人間には見えないもの。
そこまで考えて。じゃあどうやってあいつを捕らえるかも。それは知らない。今夜は満月のはずだ。月明かりさえあれば。雲は流れてるな。探しましょう、月明かりを利用できる射撃位置を。ここだな。十分だ。スレ、狙いは僕が。ああ、タイミングは任せろ。今だ！さすが！ここからが本番だ。赤は焼く。この大きさと迫力でドラゴンパピーか。ちょうたんだ。実際のドラゴンとの格差はもう見てるはずよ。俺たちはやるべきことをやってここにいる。そうです、今のスレイさんたちなら。まあいいわ、死なない程度に頑張って。ベリーが熱くて熱くて赤く。いきます。鋭き氷拡散せよ。まずはクリーバーだ。リュートグラス、いけらせ。アイスピアーズ、絶望の槍。どうです？汚れを払い、加護を渡せ。ネジスタグルー、生まれやすい。一気に変身です。当て、当てよ。氷を、火はおめくる。巻き上がれ。マジでよく巻くよ。長きやすい。キーとレッド足記憶だ。おぼろくよ。一刀両断。チャンネアレックスター。火は入れる。水晶ソライ。さあ向こうはスピード。4向こうは2月は秋。巻き上がれ。ビンタグラ。まずは全てを貫け。青の4年幕は達人。巻いて呼んでみましょう。レックソー、熱唱が一気に前進です。させるか、いや。レックソー、長きなり。ヒートレッド。集まれ、表記。頑張りましょう。剣の際。足気を加え。マジで、いくぞ、足気。そら、熱唱のやり。うわぁ。渦を沈め。魔人の決戦。火は荒れ狂い。レックソーは黄色。頑張りましょう。闘牛の手裏剣、青の四連、湧き上がれ。やった、ドラゴン。パピーだけど、確かに本当のドラゴンには遠いかもだけど。ああ、たどり着けないわけじゃない。浄化の炎、あんたは同志か。あなたはマリン殿。カゴ天族ロハンだ。だったと言うべきか。ドラゴンになりかかっちまった俺にはもうこの町を守る資格はないだろうよ。そんなことは。ロハン様、ハイランド王国王女アリーシャ・リフダと申します。
あなたを氷魔にしてしまった席は、人心を荒廃させた私たち、ハイランド王室にあります。ですが、必ず立て直してみせます。罰が必要なら、私が受けます。ですから、どうか今一度だけ、加護をお与えください。なんとも一途な姫さんだな。俺が見えるのかい？はい。スレイの重視にしてもらいましたから。重視？平気なのか？え？そうか。町の汚れが随分減っている。あんたが払ったんだな。みんなでだよ。わかった。俺でよければやってみよう。うちも手伝うで。ありがとうございます。さすがに汚れていないな。大樹を器にして加護領域を展開するぞ。はいな。パワーガスノルフィン。これはどうされたのですか？近くにな、まだ強い氷魔がいるみたいなんや。そいつの領域が邪魔して、雑魚氷魔の侵入を止められねえ。どこにいるんだ、そいつは。南西だ、遠くない。スレイ、そいつを倒さないと。けど、今俺たちが町を離れるのは。雑魚警備隊は倒れてるし、雑魚氷魔は入ってくるし。スレイ！ごめん、ちょっと立ちくらんだ。よう休憩、宿屋へ行こう。ですね、休めばいい案が出るかもですし。若い同士が身を削ってるんだ。ふてくされてる場合じゃないよな。身を削る？古代語の匂いがする。同志班を見つけはったみたいやな。よかったわ、ほんまに。ありがとうございます。昔馴染みなんだよな、二人は。一時期ノルミン天族の皆さんと旅をしたことがあるんですの。ライラ班はうちらの憧れでな、一族49人まとめて陪審にしてんかって頼んだこともあってんで。契約しなかったんだ。え、
ええ、いいお友達でいましょう、言われてな。罪な女ね。いやいや、49人は多すぎだろ。そのショックでな、みんなセンチメンタルな旅に出てしまって。え、なんでそうなるんですか？罪すぎる女ね。そんなこと言われましても。気にせんでもええわ。うちら基本ポジティブやし。みんな思い出を心の小箱にしまって明るう生きてる思うわ。思い出はどうでもいいけど、ノルどもが役に立つのは事実よ。見つけたら、とっ捕まえましょう。氷魔になったらかわいそうだしな。また仲間に会えたら嬉しいわ。お役に立つさかい、よろしゅう。具合はどうだ？平気平気。昨日のは知恵熱だからね。そうなんだよね。おい、なんでボケた僕が突っ込まなきゃならないんだ。いつものスレイだな。よかった。同志殿、いいところに。エギウさん、橋の話聞いたよ。すっごいね。あれは、まあ、なんでもいいけど受け取りのサインちょうだい。え、俺？追加の薬よ。ネイフトって人から頼まれた分だ。不景気な顔すんなって。そうだな。あと伝言。マーリントに向かう傭兵団を見つけ、町の警備を頼んだのですが断られてしまいました。レディーレイクに援軍を要請しましたが、少し時間がかかりそうです。だって傭兵団、その手が。傭兵に氷魔が倒せるだろうか。毒球は無理でしょうけど、ただの動物氷魔くらいなら。凶暴だけど見えるし、所詮雑魚だし。けど警備を断ったんだよ。私が頼んでみます。誠心誠意。とにかく会ってみよう。伝言伝えてくれてありがとう。なんでこんな面倒なことしてんの？なんでって、困ってる人をほっとくの嫌だから。わかった。スレイが変なやつだって。さて、薬はどこに？聖堂に頼むよ。承知した。ねえ、途中で傭兵団を見なかった？マーリンドに向かったっていう。木立の傭兵団なら一緒だったよ。この町にいるんじゃないか。補給をするって言ってたから。
補給急げ。こんな物騒な町に長居は無用だ。何があったの？聖堂を襲おうとした野犬の群れをあいつらが倒したのさ。いや、見事な連携だったよ。あの犬、ヒョウマですわ。ただの雑魚じゃないよね。人間にしてはだけど。あの、頼みがあるんだけど。ああ？俺たちは木立の傭兵団だ。ガキの子守は受け付けてないぜ。あなたたちにしかできない仕事だ。団長のルーカスだ。仕事ってのは？しばらくの間、マーリンドを守ってほしい。ああ、前にも頼まれたが断った。疫病の町の警備なんておっかなすぎる。団長、こいつ、噂の同志です。橋の奇跡のか？こんな若造って冗談だろ。マーリンドを元に戻す方法を見つけたんだ。それには町を開けなきゃならない。けど、警備隊は疫病でまともに戦えないし。代わりに俺たちがってか？俺たちを利用して、美味しいところを独り占めする腹なんじゃ？そんなことはしない！口で言われてもな。じゃあ、どうすればいい？教えてやるよ、同志様。傭兵ってのは金で動くもんだ。本気なら、これから言う金額を持ってきな。話はそれからだ。どうするよ、同志様。へえ、思ってた同志とは違うな。ちょっとは信用できそうだ。金を出せば信用するのか？じゃあよ、なんで動いたらご満足なんだ？使命感や義教心だ。俺の部下が疫病で死んだとしてだ。そんなもんが残された身内を世話してくれんのか？一生。それは。だが、金があれば報いてやることができる。俺は部下たちとそう契約してる。だから奴らは命がけで戦えるんだ。もっと現実を見な、お嬢ちゃん。現実か。さて、依頼はこの町の警備だったな。受けたまわるが、見返りに、この町、好きにしちゃってもいいよな。本当にいいのか、スレイ。心配ないよ。契約を重んじる人が、そんなことしないさ。合格だな。仕事だ、野郎ども。全体でマーリンドの警備に当たる。1、2番隊は外周。3番隊は市内を固めろ。警備隊へは俺が話をつける。同志直々の依頼だ。気合い入れろよ。おこれは釣りだよ。仕事は適正価格で受ける主義でな。こう見えてもお客様本位なんだ。ノルミンの力って面白いな。顔ほど
どじゃないけど。ノルミンさんたちのお助け能力は素晴らしいですわ。それぞれ効果も違いますし。顔は完全に同じなのにね。組み合わせ方で効果が変わるんだよな。生意気すぎ、ノルのくせに。はい、組み合わせられるノルミンさんの数も増えていくはずですわ。ノル×ノルイコールノル地獄。ノルミンに厳しいよね、エドナは。別に、ただちょっと因縁があって。問い詰めたいことが77個、苦情が108個、訴えたい案件が32個あるだけよ。複雑なんだな。装備品のスキルについて詳しく教えてくれないか。いい心がけですわ。まずは基本スキルについて学んでいきましょう。基本スキルは10のグループと5の属性に分類されるわ。よって全部で 10×5。 計算できる？この50のスキルの名前を持つノルミンさんたちがいまして、効果を引き出す能力をお持ちです。気に入ったスキルがあったら、あいつらでも見つけて地の主へ送り込んでコキ使ってやるといいわ。グループと属性、これは能力を整理する目安になるだけでなく、ボーナススキルに関わってきますわ。と、ここでお時間です。ではまた来週お会いしましょう。お時間？来週？さて、2回目となる本日はスキルのグループについて説明いたしましょう。ボーナススキルじゃないの？聞く側が段取りを指示すんな。黙って聞け。はい。全てを一気に説明しても得策ではないので、早めに獲得するものについてお教えします。ステータス系、これは基本ステータスを割合で上昇させます。なので得意分野を伸ばすのが良いですわ。ヒットポイント系は体力に関わるものよ。ダメージ受けがちなら重点的に集めることね。当たるなって話だけど。このように戦術を明確にするには、まず同じグループを揃えてみることが一つの選択肢になるのですわ。そこで発生するのがボーナススキルってわけよ。ではまた来週。また来週？